Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. トイレに行ったら、なんか血っぽいものがパンツについてて、と思って、なんか生理が来たような気がします。生理が来てしまったような気がします。昨日の夜、なんか生理が来そうっていう、こう腰とかの重たさ、下半身のだる重たさがあったんですけど、今日もちょっとなんか生理来て、お腹痛いなと思ってて。リトラールはまだ飲んでるんですけど、生理が来たってことですかね。ってことは妊娠継続、妊娠継続っていうか、着床もしてなかったっていうことなのかな。二人でいろいろ検索 してどうなんやろうって思ってるけど、勝手に自己判断したらあかんとか書いてて、私的には妊娠検査薬 したいなってすごい思ってるけど、ライング検査したいって思ってるけど、するのも怖いなと思ってます。明日も洋服を見てみます。皆さんこんばんは。今日は9月17日で11時過ぎぐらいです。今日の朝方の4時、3時、4時ぐらいにお腹が痛くて目が覚めて、なんかトイレ行こうか迷ったんですけど、なんかトイレ行ってまた血が出てたら悲しいなと思って、トイレ1時間ぐらい我慢して、で結局限界でトイレ行ったら、まあ、血がついてなかったんですけど、そっからなかなか寝れず、まあ、仕事行って帰ってきてって感じです。なんか生理来そうで来ないっていう感じの状態です。リトラールは今日も飲んでます。明日は夕飯定日です。めっちゃ怖くて行きたくないなと思ってて、まあ検査、血液検査と尿検査かなはするけど、なんか結果は旦那さんに聞いてきてほしいなと思ってる、思ってます。ちょっと私は入るのが嫌やなと思っている、そんなところです。怖い。熱は今のところ7度の2分ぐらい、風邪みたいな、喉痛いとか、この上顎が痛いとか、そんな感じです。あとはまあ生理痛みたいな、おなかの下半
半身の痛みって感じですね。あと下痢してます、うん、朝台風なんですよね。I got you.